ノンスリーブスの小島春菜です。高橋みなみです。峯岸みなみです。ではこのコーナーに行きましょう。コジスタグラム。私小島春菜のインスタグラムに投稿する写真のアイデアを紹介していきます。フォロワー数国内ナンバーワンを目指しております、うんうん、今注目しているおしゃれハッシュタグはハニービーズ。そうだ、それではそうだハニービーズだ。そうやそうや、紹介していきます。あのねハニービーズです、ね、あなんかね前回確か膝カレーあったね。膝カレーだ、なんだか覚えじゃないか。膝カレーっていうのを放送してて、その時に私膝の写真ちょうど上げてたんだって。えですごいよ。それでざわざわしてた。ざわつくなそれ。いいね増えた。ここから来てるかって。いいね増えてないですね。なんか同じ人がちょっと騒いでるだけ。なんだ。でもハニービーズ注目ワードみんななんか意識して送ってくれてます。うん、あ、ありがとうございます。相当ね意識してるよハニービーズ。うん、じゃあどっちか私からいきますか。うん、じゃあみーちゃんお願いします。茨城県ラジオネームカジキマグロさんからいただきました。うん、蜂の巣を両手に持ち洞窟の前で待ち構えてる小島。絶対やだ。ハニーな感じで、あ、うん、でもなんかバックのね洞窟とかって結構映えそうだよね。いいでちょっと森をさ森林を見切らせてさ色合いとか変えたらちょっといい。確かにまあ世界目指してるからそれはいいかもね。確かに、まあ、まあちょっと近いけどこういうのもありますよ。大阪府ラジオネームかつい。蜂が膝の上で巣を作ってもノーリアクションな小島。なんで膝ばっか出てくんの。膝流行ってんの。膝流行りなんじゃない。膝ハッシュタグ膝膝。うん、わかった。ちょっと頭に入れとく。じゃあ次は、うん、藤沢さん、うん、藤沢さん本当に藤沢さんからいただきました。ぐるぐるバットで回りすぎて気持ちが悪くなりハニービーズを吐く小島。ハニービーズ吐くんだ。ハニービーズって何。ハニービーズまだ分かってないの。うん、ハニービーズって何。なんだどういう状況だろうね。なんだろうね。ハニービーズ物によっちゃいい感じになるかも。ハニービーズ吐く。うん、でもなんかすごいポップな感じなんだ色合い的に。しかもぐるぐるバットとかさ伝わんないから。ぐるぐるバットダメか。人では回るところは撮影せずに、うん、ハニービーズを吐くところ。何の話？え？ハニービーズの話だよ。何の話？ハニービーズなんでしょ？注目してる話だけど。わかんない。だからみんなね、もううちのリスナーは一生懸命ハニービーズ考えてきてるから。ありがとう。世界なめんなよ。あ、ごめんなさい。そうだ。ハニービーズ頑張っていくって決めたじゃん。そうだぞ。はい、ラジオネーム藤沢さん。次の対戦相手にハニービーズを指名する小島。なんだよだから。次の対戦相手にハニービーズ。強そう。藤沢さん何。あ、やばい、待って待って。何、ラジオネーム藤沢。あれなんだ。次も藤沢めっちゃ変ね。バッティングセンターでピッチングマシーンから飛んでくるハニービーズをひたすら顔面で受け止める小島。似てるね、やっぱ藤沢だから。そういうちょっとなんかスポーツな感じのとこある、ね、藤沢。全部野球が好きだろうか。あ、野球好きだ。野球好きの藤沢さん。野球好き、うわこれいいな。いやでもこれかもよ。あった、これハニービーズの終着点は。これめっちゃおしゃれやもん。だってカッチ、うん、蜂に刺された部分にラブと浮かび上がってくる小島。超可愛いじゃん。ああ、それできたら絶対話題になる。すごい可愛いじゃん。最近蜂すごい見たでしょ。私蜂の駆除の番組。そう。多いんだってこの時期蜂が。あ、まあ多いよね。危ないよね。駆除のやつやってたから。すごく世間。なんか駆除に挑戦したってまずあげて。刺されちゃった。2回目、3個目。あれ？ラブ。いいやん。ハニービーズ。ハニービーズ。やだ。ハニービーズ。やだ。何が嫌なの？何が？ハチ刺されるの超嫌だ。まあね、商売道具だからね。うん、特殊メイクでもありなんじゃないんだから一応。やだ。だ違う人の手でもいいし。嘘みたいなの嫌だよね。うん、ダメ。まあちょっとそういうの嫌だ。そうかダメか。私あと2個しかないんだよね。本当？うん。大富豪で。覆面をした相手の顔面に思いっきりハニービーズを食らわす小島。ねえ、ハニービーズって何？磯数の申し子さん。はい、そう、どうも。どういうのだろうね。うん。顔面にハニービーズ食らわすってどういうことなんだろう。何ハニービーズって。春菜が言ったんだよ。ハッシュタグ考えてたら今気になってるのがハニービーズって言ったんじゃん。
うん、何なのこれ、何なの、教えてよ逆に。いや何なのって言われても、うちのリスナーにヒントくれよ。ちょっと私も間違えたのかな。うちらもね、うちらもリスナーさんもみんな頑張ってるから、うん、頑張ってんの。そうだよ、やっぱ自分も努力しろよ。ハニービーズ努力、うん、努力ちょっと寄せてよ、もうちょっと心をさ。そうそう、うん、こっちも考えてるから。だってこんなので努力してもしょうがないじゃん。1位になりたいでしょ。うん、なりたい。ハニービーズで1位取るって決めたんでしょ。決めたよ。うちのリスナー強いぜ。1位になりたいけど、でも努力してもどうにかなるか分かんないから言ってほしいな。言ってほしいなって。努力報われるか分かんないし。ああ努力報われるか分かんないからな。確かに実験好きそうにもなるよね。努力は必ず報われる。ん？違う？違うの？誰のせいだよこうなったのな。この空気誰のせいなんだ。高見のせい。そうやろ。今日たるんでる、今日たるんでる。ハニービーズだろ。誰だハニービーズって言ったの。高見のせい。たるんでるよ今日は。どういうことだよこれ。もうじゃあだから、うん、ハニービーズ、ハニービーズはもう無理だ。ちょっとハニービーズ何。頑張ったもんちょっとね。一応。違う、もう八縛りってとこがちょっと難しい。だからもう次何かいいかだけ教えて。うん。うちの実は頑張るから。なんだろう、ハッシュタグ教えて。なんだろう、うん、ハッシュタグこれって決まらないやつがいい。あ、スタイルとかは。いいヒントいただきましたね。スタイル、スタイル、 STYLE、 ST STYLE、 LE、 スタイル、スタイルね、だからリスナーの皆様ね。スタイル、スタイルで STYLE、 これならね縛られない。スタイル、それぞれのみんな各々のスタイル。いやうちのリスナー考えちゃうよ。それでなんかピンとくるものがあるかもしれないから。いいんじゃない、スタイルだったらちょっと考えやすいところはあるよ ね、うん、ね。自分の色出してほしいな、うん、自分のみんなスタイル送って1位になろうな絶対。かっこいい、かっけえよ。さすが、うん、ついてきます小島さん。ついてこいよ。じゃあ次期待してっから、うん、スタイル小島さんのためにみんなでスタイル送ろう、うん、のおう、私も考えてこよう、スタイル、スタイルな。ということでインスタグラムに投稿する写真のアイデアを送ってください。メールの宛先はノースリーブスアットマークオールナイトニッポンドットコム。たくさんのメール待ってます。ご視聴ありがとうございました。気に入ってもらえたらぜひチャンネル登録をお願いします。